関東お帰りの時間の天気について見ていきます。名東さん、お帰りの時間帯、傘は必要になりそうでしょうか。そうですね。やみ間はあるんですけれども、お帰りの時間、しっかりめの傘お持ちになった方がいいかと思います。はい。はい。では現在の関東周辺の雨雲の様子見てみましょう。10分天気と雨雲レーダーですね。はい。12時10分までの1時間にいただいている報告、千葉県や茨城県、23区周辺、しっかり雨の報告がありますが、割とこの西側のエリアは雨の弱いエリア、ということで雨の報告少なくなっています、はい。断続的に雨雲を通過しているんですけれども、西部の山に近いところではですね、若干雨雲が弱まっているような状況になっています。はい。雨雲レーダーで目先1時間の動きを見ていきますと、目先に関しては、はい、今降らせている雲が全体に北東側に移っていきますので、一旦、東京都心周辺などでは雨雲の隙間に入る時間帯がありそうな予想となっています、はい、でただ問題はその後です、北の方から前線も南下をしてきます。現在北日本にも寒冷前線、南岸にも前線があります。これらが全体に一体化しながら今夜遅くにかけて東日本方面を通過をしていきます。この影響で今夜遅くなればなるほど雨雲としてはまとまってくる予想となっています。はい。関東エリアですね。この後一時的に雨弱まってやみ間に入るところ午後3時ごろにかけてありそうですけれども、その後夕方5時ごろからはまた雨雲がまとまってきて、夜7時8時ぐらい、そしてさらに9時過ぎにかけては雲がやや発達して、強いところでは10ミリ前後の雨の降る可能性も出てきます。雷が鳴るほどではないと今のところ予想しておりますけれども、今夜遅くなればなるほど降り方またしっかりしそうですので、雨具の方はしっかりお持ちになった方がいい状況ですね。雨に濡れて風邪などひかないように気をつけていただきたいと思います。はい、ウェザーニュースのアプリからは最新のお天気についてご覧いただけます。チェックしてください。